かったあの頃の夢。あの女の子は誰なんだ。あれが海上学園都市館リトルガーデン。もしかして草薙隼人？ハートの数値歴代1位って君か。会いたかったよ隼人。隼人とデートだもん。ハンドレッドは形状も戦い方も人それぞれだ。でも究極の目的は一つ、人々の平和を守ることさ。あなたにデートを申し込みます。俺のハンドレッド。ハヤトなら絶対に勝てる。君もハンドレッドを手にする以上、その役目を負うことになる。覚悟はあるかい？さあ、キサラギハヤト、あなたの力見せてみなさい。